どうも、青森の岡です。今回の動画は賛否両論、いろんなところからご意見をいただいております。あの企画を再びやりたいと思います。第3回、青森の岡、一体何食べてるんでしょうか？です。はい、今日はですね、頭に血が昇ることもなく、しっかり準備をして、ちょっと発声練習なんかもして臨んでおりますので、バッチリ今はいけております。ちょっとカミカミですけれども。はい、今回はですね、また青森県の今まさに旬の食材を食したいと思いますので、皆様当てれるかどうかクイズ形式でいきたいと思います。青森県以外の方は、ちょっとこう、馴染みのなかったものをずっとこう、今までね、紹介してますので、V 変わった瞬間にね、もう大ヒントをもう出しつつ、それを食していきたいと思いますので、そこにも注目していただければなと思います。それでは早速、食していきます。レッツ食タイム！では、いただきます。まるでこれあれですね。ライトセーバーのようですね。うわ、甘っ。甘い。そして、うめー。うん。甘いな。うん。うん。うん。結構お菓子とかにもね、これこの食材されてますね。青森市内というよりかは地域で有名な食材ですね。美味しい。あっという間に食べてしまいました。ごちそうさまでした。はい、いかがだったでしょうか。もう皆さんこれはお分かりでしょう。なんならね、もうあのもう僕自身がある意味もうその形的にね、そのフォルムをしてると思いますので、こんな大ヒントを出しつつやってましたので、もうほぼもう青森県以外の方も正解したんじゃないでしょうか。というわけで正解はこちら、じゃじゃーん！だけ黄身でございました。はい、こちらです。青森県名物のだけ黄身、今が旬でございます。ただですね、今年はですね、ちょっと大雨の被害とかも受けまして、結構ね、農家さんダメージをいろいろ受けております。でね、だからだけ黄身のね、収穫量もちょっと少なかったりはするんですが、ちょっとね、そういう農家さんを助けるという意味でもですね、よかったら、買っていただければなと思います。もしよろしければ、いいねですとか、チャンネル登録よろしくお願いします。今回も最後までご視聴、どうもありがとうございました。